はい、皆さんこんにちは。久しぶりの、雑談の動画です。今映ってるのは何かって言いますと、私の家の、壁の隅っこですね。いつもなんか、今までなんか貯めてきたなんか風景の動画とか、そういうのを、雑談動画の、なんですか、背景として出してたんですけども、もうそのストックもちょっとなくなってきちゃったので、もうまあ別に顔映ってなきゃいいやっていうことでして、真っ白な壁を、映しながら撮影することにします。で、話したいことはですね、今度私引っ越しするんですよ。今月中に引っ越しするんですが、まあ今月のいつかっていうのはちょっと具体的にないんですけども、まあちょっと諸事情ありまして、引っ越しをすることにしました。で、今私住んでるのは神奈川県の横浜市となんですけども、そこで今一人暮らししてて、で、まあ、今月中に引っ越しをして、で、引っ越し先が地元の、埼玉県の、埼玉市の方に、一人暮らしすることになりました。まあちょっとその事情っていうのはあまりにもちょっとプライベートすぎるので、ちょっと話せないんですけども、一応動画の投稿は今後も、続けていくつもりです。で、まあ、ちょっと引っ越しの作業でいろいろ時間取られちゃうので、もしかしたらちょっと動画は2週間ぐらい空いちゃうっていう可能性も、まあ一応それは防ぎたいんですけども、1週間に1回は絶対投稿したいんですけども、もしかしたら2週間空いてしまう可能性もまあなきにしもあらずって感じです。まあただ動画は続けていくので、まあなんかチャンネル登録外したりしないで、最近この人投稿しないなって思って、チャンネル登録外したりとかはしないで、ちょっと気長にお待ちください。で、今までその、まあ、横浜市の方に住んでたので、こう日帰り旅行とかで行く先っていうのが三浦半島の方だったりとか、まあ、静岡県の、東部の方、熱海とか三島とかあの辺りの観光をして、で、まあ、動画撮ってチャンネルにアップロードするっていうのが多かったんですけども、まあ今後埼玉県に引っ越すとなると、多分、その旅行する先もちょっと行き先が方面が変わるかなと思います。多分今後は北関東の方が多くなるかなと思います。特に埼玉県からですと、まあ、埼玉市からですと群馬県とか栃木県とか、そっちの方面には結構アクセスしやすいので、まあその辺の群馬県のなんだ温泉地とか、まあ、ちょっと足の伸ばせば長野県の軽井沢とかありますしね、栃木県も日光とか、那須とか、まあ、その辺りありますけども、まあそういった方面がもしかしたら今後の、動画の中心になるかもしれないです。まあ、なので、多分神奈川県内のこととか、あとは静岡県のなんだ伊豆半島の近くの方とか、そっちはちょっともしかしたら今後は動画になかなか出てこないかもしれないです。まあ全然行ける範囲なんですけどもね。ただやっぱりこうなんだ東京都心を超えるか超えないかっていうのは結構心理的に高いハードルがあるので、日帰り旅行の時にはそうなんですよね。日帰り旅行で横浜に住んでて、日帰り旅行でこうどっか行こうかなってなった時に、まあ、行く先を考えると、なんかあまり都心は通りたくないなっていうことで、やっぱりこう静岡県とか、そっちの方になっちゃうんですよね。なのでその心理から行くと、多分埼玉市に住んでて今度どっか日帰り旅行行こうってなると、多分今度南の方に行こうとすると東京都心を通らなきゃいけないなってなっちゃうので、逆に北の方、東京都心を都心とは反対の方向、群馬県とか栃木県とか、まああと秩父とか、そうですね、時間があれば茨城県とかそっちの方にも行ってみたいんですけども、まあそういった方面が、中心になるかなと思います。ちなみに引っ越しの代金なんですけど、なんかこの間ちょっと見積もってもらったんですけども、12万ぐらいするんですよね、引っ越すのに。思ってたより正直高いなと思っちゃったんですけども、まあでも引っ越し業界もおそらく人手不足で
人手不足でしょうし、まあそんな、なんか思いっきり安い値段でこう引っ越ししてもらって、でその引っ越ししてもらった業者の方の賃金がなかなか上がらないっていうのは、ちょっとそれは問題かなと思うんで、まあでも12万13万ぐらいだったら全然、まあ正直高いなと思ったんですけど、全然それはもちろん全然出せる範囲なので、ちゃんとその、まあ、見積もりに従ってまあ引っ越しの作業を進めていくって感じですね。はい、あと何か言いたいことあるかな、特にないかな。もう大体6分ぐらい喋ってるので、一旦この辺で終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。